はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、ファインペイ銀行チャージが可能に、Android のモバイルスイカ年会費無料、そして PayPay4 月は20%還元スカイラークグループもということで、今回は大きく3つに分けてお伝えしていこうと思います。それでは行ってみましょう。 ということで、まずはこちらからですね、ファインペイ銀行口座連携開始ということで、ついに、というよりかやっとというんですかね、やっと来たなという感じではございます。ま、今回ですね、このファインペイの銀行口座のチャージなんですけども、ま、この連携が開始できる日にちなんですが、この3月の10日より開始となっておりますので、まだすぐにできるというわけではないので、ここはお気をつけください。 で、チャージができる単位なんですけども、一応1000円単位ということで公式ページに載っておりました。1000円単位で3000円、4000円、5000円、6000円、7000円、8000円、9000円。そして、万単位だと1万円、2万円、3万円というような単位となっておりますね。なので、まあ、3000円からということになるんですかね。まだちょっとここは実際に僕まだ触ってないので、まだ始まってないっていうのもあるので、わかんないですけども、3000円からっていうのが、うんってちょっとなりましたね。<laughs> で、今回、その対応する金融機関なんですが、 銀銀行行とと三井住友銀行ということになっておりますこれがその先ほどお伝えした日にちからということで,で対応する金融機関順次対応予定と順次拡大予定とありましたのでまだまだこれから増えていくんじゃないかなと思いますまあこのねほんと今までこのチャージ今までこうクレジットカードだったらファインマティーカードであったりとかそしてあと現金でチャージする場合はレジで店員さんにお伝えした上でこうチャージをするというような方法しかなかったんですけどもまたねこの今回 のの銀行口座ででチャージができるようになったというのはまあ、結構いいんじゃないかなと思います。まあ、どちらもね、僕も一応持ってるので、チャージはできるっちゃできるんですけども、まあ、ほんとね、これができるかできないかで結構変わってくるんじゃないかなと思います。けど、一つ思ったのが、ファミペイといえば、サービスが開始した当初、まあ、去年の夏ぐらいからファミペイのサービスってのは開始したんですけども、まあ、その時に噂がされてたプリンと連携ができるということも、ちょっと話が出てたんですよね。まあ、しかも確か公式ページとかにも、 あったので、まあ、それがそろそろ来るんじゃないかなと思ってたんですけども、それがまさかの情報がなく <laughs>、それがなく銀行口座の連携が開始するということでありました。まあ これはね、まあ、どう、この話完全になくなったのかどうかっていうのは全然わかんないんですけどね。もしね、やっぱプリンと連携が、連携というか、まあそういったのができれば、かなりその銀行口座との連携でうまくその利用者も増えてくるんじゃないかなっていうふうには思いました。以上がファインペイと銀行口座連携についてでした。それでは次ですね。じゃんということで、モバイルスイカアンドロイドということなんですけども、これどういうことかというと、もうすでにね、あのタイトルの方でも言ってるんですが、こちらです。 じゃんということで、年会費が無料になるということでございます。これですね、僕実は知らなかったんですよ。あの、ずっとね、僕が iPhone ユーザーということがあって、まあ、動画で配信してる内容とかも基本的に iPhone を基準に結構話をしてることではあったんですけども、まあ、その中のその iPhone でも機能が使えるモバイルスイカですね、これがその Android で年会費がかかってることに全然僕知らなかったんですよ。 で、今回年会費無料になるっていうニュースを見て、え、もともとかかってたんだっていうのは、ちょっと最初は結構驚きましたね。 で、これっていうのは、この年会費無料っていうのがもうすでにちょっと前のニュースでもあ、ありまして、2020年の2月の26日以降からもうすでに始まっております。で、携帯、まあ、フューチャーホン、これはもともと1030円税込みだったんですけども、これが無料になるということ。そして、今お伝えしたように、アンドロイドの現在、えー、1030円税込みのところ、これが無料になるということで。で、アップル社製品、まあ、アップル社の iPhone であったりとか、えー、アプローチとか、そういったものに関しては、もうもともと無料なので、まあ、今後も無料ということで、 ののでもう全般的にはそモモババイイルル関連いや、ほんとね。先ほどもお伝えしたように僕全然知らなかったので、もう <laughs>、まあほね、ずっとこれ全部無料で使えるもんだと思ったんですけども、まあまあ、今回はね、それが無料になったということで、いろんなユーザーの方からでもね、まあ気軽にかなりモバイルスイカが使えるようになるんじゃないかなと思います。 ちなみに皆さん普段モバイルスイーカのチャージって何使われてますかねこれ結構気になったりするんですよ。僕はもうよくお伝えしているように、基本的にはそのメルカリとかメルペイからのポイントとかで、そのままチャージをしてっていうことがもうほとんどなので、まあなかなかね、その、まあ例えばこのクレジットカードを使ってますよとか、まあそういった方とかいらっしゃれば、そういった情報もあればですね、コメント欄に書き込んでってください。それでは次ですね。 じゃんということで、今朝ですね、まあ、ツイッターでもつぶやいたんですけども、本日、3月の四日、水曜日からですね、ペイペイのキャンペーンが、なんと、5つ、新たにスタートとなりました。スーパーで最大で10%還元、そしてクリーニング店の最大20%還元、で、伊藤への自販機の20%還元、そして、ガストの最大20%還元と、ペイペイフリマでも最大の20%還元のキャンペーンというのがスタートしました。でですね、僕は今回、まあ、下から2番目にある、まあ、ガスト の最大20%還元こちらをですね、今回使ってきました。まあ、もともとね、このスカイラックグループ自体が最近、そのスマホ決済導入したというようなプレイスリリースも出てたので、まあ、どんな風になるのかなと思って、まあ、実際に行ってきたんですけども、それがこちらですね。 じゃんということで、今回僕が頼んだのは、チーズインハンバーグ人気盛りというものですね、頼みまして、左がその、まあ、今日ツイッターの動画でも上げたんですけども、左のお写真で、で、今回は右のこのスマートニュースのクーポンを使って、さらにペイペイで決済をして、スマートニュースの割引プラス、えー、ペイペイの20%還元で、これで、ま、ちょっとお得に食べれましたよという感じで、やっぱりこう、ガストの久しぶりにこう、かなりかなりジャンキーなご飯を食べたんですけども、まあ 本当ガストのチーズインハンバーグってめちゃくちゃ美味しいですよね。なんかチーズがなんかすごくまあ、もちろんとろとろなのはそうなんですけど、ちょっとなんかほんのり甘い感じで、あこれはちょっとね本当にこういうのが好きな人からしたら結構たまらないなっていう味ではございました。 でですね。まあ、先ほどちょっとお伝えしたそのスカイラークグループ。まあ、これプリスリリースがすでにもう出ていまして、今回スマホ決済が対応となるのがペ、PayPay イペイと D 払い、楽天ペイ、LINE ペイ、メルペイ、p a y そしてアリペ p a y と WeChat ペイ。これらが対応するということでしたね。で、ガストに関してはもう開始日っていうのは結構前から始まってまして、ね、2020年の2月の4日から。で、ジョナサンさんっていうのは僕の住んでる地域ないんですけども、これ2020年の2月の27日から。で、バーミアン、シャブヨー、グラッ チェガーデンズ。これが2020年の3月2日からスタートして、あとはまあ下にもう出てるようなお店たち。まあ僕この下のまあステーキガストっていうのはたまに利用するんですけども、まあそういったところに関しては順次導入予定ということではございました。やっぱこれだけね、本当スマホ決済が対応するってなるのは本当に助かりますよね。 でですね、その先ほどのお伝えした内容に関連するんですけども、まあ今は3月なんですが、えー、前回動画でもお伝えしたように4月の1日から4月の30日までの間に全てのスマホユーザー対象で対象の飲食店で20%戻ってくるキャンペーンというのが PayPay ペイペイで開催をされる予定ではございます。で、ここの対象店舗というのがまだ特に発表がされてなかったんですが、本日対象のこのキャンペーンのページを見たときにですね、こんな風に出ておりました。じゃんということで、 対象店舗にガストですとか、まあ、先ほどお伝えしたようにグラッチェガーデンズ、シャブヨー、ジョナサン、バーミアンということで、まあ、スカイラークグループがもうすでにもうこんな風に出てたんですよね。なので、まあ、とりあえず、まあ、ガストは2ヶ月連続で、まあ、このキャン、20%ぐらいの還元で、まあ、ご飯が食べることができるなっていう風には思いました。で、まだこのキャンペーンのページを見る限りは、 今後もまだまだ順次対応予定というよりかはその他のお店も追加されるんじゃないかなみたいなニュアンスのことを書いてたんでまあ今回はまだまだこのスカイラックグループのお店だけが載っててプラスアルファまだ出てくるのかなとは思いますまあ今回のキャンペーンの内容も対象の飲食店でっていう風に出てるのでまあそれも少し期待をしたいかなという風には思っております ということで、今回まとめていくと、ファンペイの銀行チャージが可能になるということ、そして、アンドロイド版のモバイルスイカが年会費無料になるということ、まあすでにもうなってますね。で、あとは、ペイペイの4月はスカイラックグループも入ってると。まあ、そんなこんなで今回は、今回この3点についてお伝えさせていただきました。まあですね、今日、久しぶりにガストに行って、ふとですね、気づいたことがありまして、それが今出てるこちらのお写真なんですけども、今回もうこのガスト ストに久しぶりにって、なんとですね、注文の仕方がタッチパネルになってたんですよね。これ驚きました。普通にちゃんとしたその紙媒体っていうんですかね、それのメニュー表もあって、プラスタッチパネルがあるということでしたので、まあ僕はその紙媒体のメニューから、まあ紙っていう言い方わかんないんですけども、そこからメニューを選んで、ああ、じゃあこれにしようと思って、そこであとはタッチパネルで使って注文ということだったので、本当にこう、店員さんを呼ぶっていうことの作業が一つ減るっていうのは、 これはもうもちろん頼む人からしても結構楽だなと思ったし、使い方めっちゃ簡単だったんで、あ、全然いろんな年齢層問わずいろんな方でも使えるなというふうには思いました。これ本当に店員さんの負担も減るので、まあ結構いいなというふうに思いましたね。まあこれは本当、いろんな飲食でも今後もね、このスマホ決済の導入であったりとか、まあタッチパネルの導入であったりとか、本当ね、まあかなりかなり効率が良くなってくると、まあユーザーからしても嬉しいし、なおかつね、店員さんからしてもね、本当に嬉しいんじゃないかなと思います。ということで、 本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 そうですね。さっきのそのガストの話に関連するんですけども、まあ、あの、僕が座ってた席の近くに、まあ、ガストのそのドリンクバーがありまして、ほんとちょっと驚いたことが一個だけありました。驚いたというか、なんか、えってなったことが一つありまして、まあ、それがですね、今出てるようなイラストな感じで、まあ、ドリンクバーでその、年配のおばあちゃんがですね、あの、何かこう、次に行ってたんですよね、ドリンクを。で、それを、いでた器を見たら、その、ペットボトルに、あの、野菜ジュースをひたひたに っていうよりか、あの、野菜ジュースを満タンに補充してたんですよね。で、それを見て店員さんが焦って注意をしてたんですけども、もうおばあちゃんがですね、ほんとなんか注意、注意されて反省した顔をせず、まさか、あ、ごめんねって、へへーみたいな感じで、満タンにしたジュースをそのまま自分の席に持ってってたって感じだったんで、ああ、まあ今日も日本は平和だなと思いましたね。ということで、まあ皆さんそんなことしないように、まあしないとは思うんですけどね。<laughs> ということで、ありがとうございました。